アリガチズムコメントパトロール。はい、どうも皆さん、今回はアリガチズムのコメントパトロールにお越しいただきありがとうございます。のっけからテンション高いな、もう、ありがとうございます。だってテンションは高いに越したことはないじゃないですか。いや、時と場合による。それにあんたがテンション高いと私がめんどくさいのよ。そんなこと言わないでくれよ。ああ、もうめんどくさい。わかったわかった。もう進めて進めて。はい、承知いたしました。それでは今回コメントのパトロールをさせていただく動画はこちら。ででん、女の一人暮らしにありがちなこと。こちらの動画のコメントパトロールをやっていきます。なんかあんた、女の一人暮らしに対してやましいこと考えてない？いや、そんなことはありませんよ。おいおい、もうその顔面がセクハラ。顔面がセクハラってなんだよ。もう防ぎようがねえじゃねえかよ。うっさいわね。下心がこぼれてるって言ってんの。何？俺の貴重な下心がこぼれていただと。今すぐに拾い上げないと。いらんわそんなもん、早く進めろ。ああ、すみませんでした。それではやってまいりましょう。レッツゴー。最初のコメントですがこちら。ナプキンがない時はトイレットペーパーで応急処置してるとこまで書いてほしかった。なあ、動画にあったナプキンがなかったやつね。うん。え、トイレットペーパー挟むの？うん、やるよ。そうなんだ。でもなんかトイレットペーパーって痛かったりくっついたりしないの？いや、私はそれはないけど、でもめっちゃゴワゴワして落ち着かないから、さっさと新しいの買って差し替えるかな。なるほどな。やっぱりそういうシートって女性のデリケートゾーンのために優しく作られているんだね。うんうん、そうだよ。本当に世の中の女性はシートを開発研究してくれている人に頭が上がりませんよ。ああ、なおさら女性は買い忘れに注意しないとね。あ、そういえばこれに返信あったな。私だけじゃなかった。おお、ほらほら、まだ同志がいた。やっぱり挟むのってあるあるなんだね。ああ、本当だ。みんな経験しているんだね。うんうん。というわけで、女の子のみんな、在庫の確認はこまめにしなさいね。はい、気をつけてくださいよ。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントですが、こちら。おいつも面白いです。ありがとうございます。いや、ありがたい言葉が短いからってゆっくり読んで尺伸ばすな。だってこういう温かいありがたいお言葉はゆっくり噛み締めて味わいたいじゃないか。いや、味わいすぎ。そして気持ちを放出しすぎ。いいじゃないか。こういうコメントは今後の俺たちの活動の大きな大きな糧となるんだからよ。まあ、嬉しい気持ちはわかるよ。コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして皆さん、こういうコメントは本当にたくさんお待ちしておりますからね、よろしくお願いしますよ。いや、反強制みたいな感じで言ってるけど、ほとんどそれ強制、やめなさい。ああ、はい、すみませんでした。コメントありがとうございました。それでは次のコメントは。最近宅配便はドアをノックするだけでドアの前に置いていってくれることが多いけど、私は寝癖がついていようが平気で出ちゃいますよ。おお、なかなかワイルドなお方だ。そうだね。でも私も意外とそうしてるかもしれないな。え、そうなの？それはめんどくさいからとか？まあね、そりゃ気にしてる時もあったけど、今はね。そうなんだ。まあでも俺はピンポンした先からお姉さんとかがそんな無防備な姿で出てこられたら、キショキショって言うな。だってキショいもん。まあキショいけどごめん。でも気持ちは抑えられない。いや、抑えんかい。今本番中やねんから。もう、コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントは。下着をしまう引き出しにポーチがあり、そこにおもちゃをしまいがち。嫁が交際していた時の話。なるほど、そんなことがあったんですね。そんなものを発見してしまったひにゃん、我慢できませんね。性欲パイルだ。おー、そんな話にマジンガー Z やめ。だってよ、交際している時だろ。こんなもん見つけたらあそこに大炎を巻き起こすだろうがよ。こらー、もうことを始めなきゃ抑えられないだろうな。だー、もう分かったって。落ち着け、この性欲グレムリン。誰が性欲グレムリンなんだよ。っていうか性欲グレムリンってどういう合わせだよ。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントですが、大したことなくてわろた。何が？そう、何が？何が大したことないって言うんだよ。内容がか、面白さか、それとも女の生活がか。何なんだよ、何が言いたかったんだよ。はっきり言えや。そうだそうだ、はっきり言え。ちょっと取り乱しました。すみません。すみません。そして、まあ、はい。コメントありがとうございました。いや、怒り疲れて流すんかい。コメントありがとうございました。それでは、次のコメントは。
うちの嫁さんか。うん、一人暮らしあるあるなのに嫁さんストライク。奥さん一人暮らしの期間が長かったのかな。それの癖が抜けないのかな。そうだね、それが旦那さんの前でよく出ているんだろうね。まあでも俺はこういう人好きだけどな。おいこら、また気持ち悪くなってるよ。なんで俺がニヤニヤするとキモがるんだよ。いや、ニヤニヤはキモいもんでしょうが。うん、まったくもう。コメントありがとうございました。ありがとうございます。それでは次のコメントですが、Tinderで知り合った綺麗なお姉さんの家行ったんだけど、部屋とトイレがあまりにも汚すぎてドン引きした。おお、すぐ帰った。これはどれほど汚かったのか気になるな。よし、探偵でもやはりこういうところは最低限綺麗でいてほしいですよね。そうよね、綺麗な人の理想というよりは本当最低限のマナーだよね。そうだね。っていうか、人を家に呼ぶんだったらなおさらだよね。え、どうしたの。あ、いや、トイレどういう風にどれだけ汚かったのかなと考えちゃって。あー、やめろ、あまり考えない方がいいと思う。この後晩飯で焼肉行くのに食欲なくなるぞ。それは絶対に嫌。もう考えないでおく。うん、それでよろしい。ま、っていうかこのコメントに返信あったな。せっかく体を合わせられるチャンスだったのに。で、おーい、やれるなら他もお構いなしってか。まあこの人は気にならないのかな。そうなのかな。他の返信は、その汚いところで体を合わせようと思わないだろ、いくら男でも。まあそういう意見もちゃんとあるよね。本当に人によりけりなんだな。っていうか、こういう事例を防ぐために基本こういう出会いで好意目的なら、もうホテルに行くって決めてる方がいいんじゃねえの。確かに。まあそうじゃない理由があるんだったら逆に知りたいな。そうだね。まあそういう方はコメントお待ちしております。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントはこちら。家に一人の時、下着姿またはマッパ。やはりそうなのか。無防備、最高無防備、無防備女子万歳。宣言する、我は無防備女子増加活動を全面的に支持いたす。いや、無防備女子支持派団体の思いを一身に背負った発言やめい。まったく、これ以上言うとまためんどくさそうだ。もう終わらそう。コメントありがとうございました。もっと語りたかったのに。うぜえ、早く次のコメント読めよ。はいはい、わかりました、わかりましたよ。これが最後のコメントですね。それでは次のコメントはこちら。わ、おなら出る。で、勝手に出せや。あー、びっくりした。そんなに怒らなくても。うぜー、おめえのさっきのツッコミの熱がまだ冷めてねんだよこっちは。だーだー、はい、すみませんでした、すみませんでしたよ。そして、へーぐらい勝手に出しやがれ。ということで、私の労力を使わせた罰として向こう2ヶ月のスカシッペの生活を言い渡す。音鳴らすなよ。おー、あらららら、頑張ってね、米主さん。おめえだよ。だーだ、俺かよ。当たり前だろうがよ。米主さんがちゃんとやってるかどうかなんて私たちは確認できねえだろうがよ。おめえだったらできるじゃねえか。おめえが全部背負えよ。俺最近腹壊してるのに、そんな挑戦してたら絶対身が漏れちまうよ。いいやないか、いいやないかい。難易度が上がってよりええ罰になるやないかい。マジか。なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。コメントありがとうございました。ありがとうございました。はーんと、まあ俺によくわからないペナルティーが課されたところで、コメントパトロール終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もう何泣いてんのよ、しっかりしてよ。だってよ、向こう2ヶ月のスカシッペ生活だぞ。達成できるか不安で仕方ねえよ、その罰。私も勢いに任せて半分ぐらいのマジで言ったんだけど、あんた本当にしようとしてるのね。え、何その感じ。じゃあ本当はしなくていいの。いいよ、やれ。なんだよ、ぬか喜びさせるなよ。いいじゃん、いいじゃん、どうせならやってよ。まあ2ヶ月はやめてあげるから、次のコメントパトロールまでは頑張ってみて。次のコメントパトロール、来週じゃねえかよ。1週間か、耐えれるかな。俺今腹壊してるんだって。うるせえな、2ヶ月を1週間に負けてやったんだぞ、頑張れよ。はい、わかりました、1週間ですね。しっかりとスカシッペ生活を送らせていただきます。よろしい。というわけで皆様、今回もコメントパトロール最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。僕もスカシッペ生活一生懸命頑張るので、コメント高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ああ、でもおなら関係のコメントはもう控えてください。僕がまたスカシッペ生活を送る羽目になるのでお願いしますよ。それでは次の動画でお会いいたしましょう。せーのだよ、せーの、さよなら。おお、一発目のおならが来た。スカシッペスカシッペスカシッペ。おい、今鳴らしたのてめえ。ごめんなさい。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。